超ビビるよね。うん、まあもうダメだ。これは完全にダメだ。木がなんかこれこんな青々してなかった。ええ。ハイゼットそれ。ハイゼットとすぐ左。ええ。スカイラインは相変わらずだし、危険触るな。ほんとかよ。ああいう新しいのはまあ別にそんな価値ないから早々に鳴らすけど、こういう価値あるのだけはちゃんと残すみたいな。でもそのうちあの荒野が全壊すると思うよ。結構前からですね。うん、雪が全壊するか誰かがぶっ壊すか。あれって開くのかな。え、階段側だって無理だね。無理だね。錆びたりとか草が絡まったりとか。冬場だったらいけるかなって、うん、淡い期待よ。この辺ジェットがある。あ、そこか、これか。え、そう、すぐ隣。あ、これか、はい、車検通知だろう。見えるかな。いや、頑張れば見えるかもしれないけど。うん、ちょっとずつ遅らすだけでこんなになっちゃう。お盆とか絶対無理だしね。はい、もう何も見えないのか。うん、猫だね。猫？うん、黒猫。入っちゃった。うん、入った。なんだこの布団は。時期が悪いか。諦める？諦める。時期が悪すぎた。うん、あっという間に臭くるっけな。やめた。車検がこれは行くよ。うん。